言えーせーのって言わないでしょ。うんでわかるやん。全然見てなかったちょっと。なんでよ。せーの、ゆえチャンネル。今日から7周年のイベントになりますので、意気込みとか予定の方をお願いします。いっぱいお酒飲む、いっぱい頑張る。ありがとうございます。トウコさんご指名のお客様よりシャンパンをいただきましたので突撃したいと思います。お願いします。周年イベントということでシャンパンいただきました。ありがとうございます。乾杯。7周年のコメントいただいてもいいですか。Bクラブ7周年おめでとうございます。ありがとうございます。こういう機会なのでお尋ねしたんですけど、指名されてからどれくらい経ったれたんですか。半年ぐらい。半年ぐらいですね。なんか思い出に残ってるエピソードとかっていただけないでしょうか。いや見た目はマジで可愛いな。見た目まで。見た目は。見た目はマジで。逆に京子さんから何か思い出とか印象に残ってるエピソードって。お酒弱いなって。あといつもよくテキーラ飲みます。します。ありがとうございます。いつもありがとうございます。7周年お祝いありがとうございます。おめでとうございます。来たよ。南さん入られてどれくらい経ちましたか。多分1年経ったんですよ。はいはいはい。でも最短はまだ2、3ヶ月で。初心を忘れずにで。優しくしてくださいみんな。何か記憶に残ってることとかってありますか。なんだろう。やっぱさ、イベントごととかさ、コスプレデーかな、ハロウィンのコスプレデー、はいはい、普段のコスプレメイドしたし、コスプレ今年のコスプレはミサミサしたんですよ、デスノートのミサミサ。ねえ、ミサミサはね、可愛い。というか、あれをね、ユニフォームにしてほしい。俺的には結構言われた、それは。交渉してみるわ。すいません、じゃあ乾杯だけお願いしてもいいですか。しましょう、しましょう。すいません、じゃあお祝いありがとうございます。楽しすぎ。マジ楽しいよ、ミクラ。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。